東日本旅客鉄道エキュートエキュートは東日本旅客鉄道のグループ企業が開発運営をする駅構内商業施設の名称である JR 東日本グループが推し進める駅改札内活性化プロジェクトの一環の駅構内開発工売業である駅の環境計画からマーチャンダイジング等までを一貫して行う新しいビジネスモデルである エキュートでは空間コンセプトを強く意識しているため、デラをはじめとした従来の不動産賃貸業ではなく小売業の形態を持つことで流通や品揃え等を各店舗と調整することが可能となっている。もともと違う業態の鉄道と商業施設の一体化は新しいビジネス分野として脚光を浴びている。駅は人が多く交わる空間であり、 その空間の可能性を模索している JR 東日本では通過する駅から動く駅への進化という目標を掲げ従来の駅への考え方を覆そうとしている。イクットの意味は駅、センター、ユニバーサル、トゥゲザー、エンジョイである。なお、イクットのロゴは日本デザインセンターが担当した。 2005年春に開業した第1号店の大宮店を皮切りに JR 東日本ステーションディテーリングが専属して開発運営を担当してきたが JR 東日本グループ内に複数ブランドの商業施設が存在し利用者の認知度に課題があったそのため運営企業を問わず JR 東日本グループとして上質性を高めた商業施設であれば エキュートとする方針に転換し、2010年、JR 東日本リテールネットが、上野店、品川サウス店を、2011年には、JR 東日本都市開発が、赤羽店をそれぞれ開業した。なお、2013年9月14日には、駅中ではないエキュートとして、マーチエキュート神田万世協が開業している。2018年4月には、JR 東日本リテールネットが、 JR 東日本ステーションディテイリングを吸収合併。エキュートを専属事業として展開する企業はなくなった。エキュート大宮エキュート上の株式会社、JR 東日本ステーションディテイリングは、かつて存在した JR 東日本グループの企業。エキュート開発のために設立され、エキュートの各店舗、駅玉及びモックエキュートを運営していた。 2018年4月1日付で JR 東日本リテールネットと合併し、蒸気施設の運営を同社へ移管した。ありがとうございます。